警察に届けられた現金の総額で過去最高は令和元年で約38億8000万円です。そのうち28億4000万が返還されています。ここは東京の飯田橋にある警視庁遺失物センターです。遺失物センターは東京都内で取り扱われた落とし物がすべて集約される施設です。令和元年では過去最高の415万件が届けられました。60万点以上の落とし物が保管されています。都内では1日平均7700件の落とし物が届けられます。東京都はかなり多いと思います。全国の約 20% を占めています。返還される割合の高い品物は携帯電話で約9割弱が持ち主の方に返還されます。次に多いものがお財布で約7割弱持ち主に返還されています。よく届けられる落とし物は証明書類というカテゴリーで、これは免許証、保険証、キャッシュカード、クレジットカード、各種ポイントカードなどが該当します。返還の割合が低いものは傘で 1% 未満です。傘は安いビニール傘などですと探すことはせず新しいものを買ってしまうんだと思います。落とし物は基本的に交番または警察署に届けられます。ここは数寄屋橋交番です。交番の警察官は館内のパトロール、落とし物や届け出の受理、迷い人や酔っ払いの保護、住民の方の困りごとの相談、事件事故の対応を行っております。数寄屋橋交番には1日平均7件ぐらいの落とし物が届けられます。落とし主が現れないで、一定期間経過した落とし物は、保管を移すという形で遺失物センターに持ち込まれます。私が今まで取り扱った中で一番心に残った拾得物の取り扱いは、銀行の封筒に入った現金100万円の札束です。大変驚きました。で、日本では、100万円以上の現金が届けられることも決して珍しいことではありません。私個人的に印象的だったものは、入れ歯が落ちていたり、松葉杖です。届いた時にですね、その方はどうやって帰ったのかなというふうにちょっと感じた不思議な落とし物がありました。日本では1000年以上前から落とし物に関する法律がありました。あと日本の道徳教育と相まって落とし物の文化が根付いていったのではないかなと個人的には考えます。現代でも子供が拾った落とし物、たとえ100円玉1枚だとしても親子で一緒に交番に行って、届け出をするという光景は今でも見られます。ある意味こう一番最初に人生で警察官と会うのは関わるのは交番に落とし物を持っていく場面という人が多いんじゃないでしょうか。警察にとっても、市民との関係が非常に近い関係が形作られる。人
間の行動を切り捨てるってその内面化されたものもあれば、あの周りの目もあるでしょうし。人の目を気にする社会が、まあ、日本の特徴だっていうのをあのお話もしたこともあるんですが、拾ったものを持っていくのが人の目が気にしてるからかっていうと、まあまあそれもあるんでしょうね。典型例があれですよね。災害が起きた時、日本では犯罪は増えない。だけれど極めて例外的に犯罪が増えたのは一箇所だけあって、福島ですよね。そこでは貢献力の存在というよりも周りの目の意識の方が大きいんだろうというふうに思いますね。皆さん、落とし物には気をつけましょう。